皆さん、こんにちは。ドライバーが車に乗り込み、最初に目に入るのが、各種メーターを配置したメーターパネルとステアリング周りですが、車によってデザインは様々です。そこで、今回は優れたデザインのコックピットを有する国産車をご紹介します。1. マツダ RX7。 マツダは1991年に3代目となるピュアスポーツカーのアンフィニ RX7 を発売しました。曲面を組み合わせた流麗な美しいフォルムのボディに、最高出力255馬力を誇る 654cc2 ローターのロータリーシーケンシャルツインターボエンジンを搭載。軽量なボディと優れたサスペンションによって高い走行性能と運動性能を発揮し、シリーズの集大成といえるモデルでした。この RX7 のコクピットは、ドライバーを包み込むような有機的かつタイトな設計で、車との一体感を演出。各種スイッチ類はドライバーの操作性を重視したレイアウトを採用していました。そして3本スポークのステアリングの向こうに見えるメーターは、すべてアナログで、新世代のスポーツカーながらシルバーのベゼルによってクラシカルな印象のデザインで、センターには 8000rpm からレッドゾーンで 9000rpm スケールの大型タコメーターを配置。また2000年のマイナーチェンジでは、メーターのパネルがブラックからホワイトに変更され、よりクラシカルかつスポーティーなイメージへと変貌を遂げました。 2. ホンダ S2000。 ホンダは1999年に創立50周年を記念した事業の一つとして、オープン2シーターの FR スポーツカー S2000 を発売。1970年に生産を終えた S800 以来となる29年ぶりに復活したホンダの FR とあって、大いに話題となりました。外観は FR スポーツカーらしいロングノーズショートデッキのフォルムで、キャビンをリアアクセルの直前に配置。フロントフェースもスピード感あふれるシャープなデザインです。そして S2000 最大のトピックスは、エンジンで2リッター直列4気筒 DOHC VTEC は、自然吸気ながら最高出力250馬力を 8300rpm で発揮。他を寄せ付けない高回転型の高出力エンジンでした。室内はドライバーとの一体感をコンセプトとしたシンプルなデザインで、特にインパネ周りは極力余計な加色を排除。センターコンソールにあるオーディオパネルはリッド付きで、主要なコントロール系はすべてステアリング周りに配置するなど、走りに集中するためのコクピットとして徹底したデザインとなっていました。3. 日産7代目フェアレディ Z。 2022年1月に日産は7代目となる新型フェアレディ Z を発表しました。伝統的なロングノーズファストバックスタイルのボディには、随所に歴代 Z のデザインエッセンスが散りばめられ、エンジンは歴代最強となる最高出力405馬力の3リッター V 型6気筒ツインターボを搭載。そして内装もスポーツカーらしくタイトに作り込まれ、新世代の Z にふさわしい洗練されたデザインです。センターコンソールには空調のスイッチとオーディオのコントロール、ナビゲーションや各種インフォメーションを
表示する液晶モニターを配置し、さらにクルーズコントロールやオーディオコントロールのスイッチが配置されたステアリングの奥にはシリーズ初のフル液晶モニターによるメーターが採用されました。メーターはセンターにアナログ表示のタコメーターがあり、左側にブースト計、右側には速度計、油温計、油圧計、水温計、ユニークなところでディファレンシャルギアの油温計が表示されますが、まだ正式発表前で不明な点も多く、表示方法や表示するアイテムの変更が可能と思われます。おそらく走行中はブースト系とターボ回転系は連動して動くと見られますが、ターボエンジンを強調する非常に面白い試みではないでしょうか。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。